いや。どうも。あ、ジョアンナは。彼女ならジェイと向こうに行ったよ。多分ね。あ、そっか。じゃあ私もそろそろ帰ろうかな。よければ電話番号を教えてくれないかな。ダメ。だってもしかしたら用事ができるかも。用事が？うん。いいわ。ここに番号を。メアリーよ。メアリー。はい。この携帯古くてダサいけど、これで僕の宝物になった。私のこと好き？今日のこの服でも？その服も好きだよ。それじゃあ髪は色が茶色で。茶色も好きだ。前髪が変なの。完璧だよ。ちょうどいいと思う。メアリー！早く帰ろう！このままじゃあのジェイってやつに襲われちゃう！わかった！待って、今行くから！あと2秒。また会えるのかな？もちろん。本当？よかった。おやすみ。おやすみ。どうしたんですか？手をざっくり切ったとか。大丈夫だ。大したことない。これで。ありがとう。今日は俺の新作の初日でね。ああ、そうだ。どうでした？そうだな。悪くない。新たな名作の幕は今夜確かに開いたよ。本当に？本当に。幕は開いた。ここが大事なんだが、幕は開いたものの、主演俳優が途中でセリフを忘れて沈黙が続いたんだ。嘘でしょ。本当に本当だ。そして彼がセリフを思い出すまでの沈黙は演劇が誕生して以来最長記録だった。史上最悪の失態と言えるね。劇評はこうだろう。名作は喝采を浴びることはなく、そして名優のセリフは劇場の闇に消えた。Thank you.